どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはドーン、菅田将暉さんの星を仰ぐ。このドラマティックなラブソング、ウクレレで思いっきり弾いていきましょう。この曲はドラマ君と世界が終わる日に主題歌になっております。今これ奏でたら気持ちがいいと思いますよ。はい、やってみましょう。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者の方にでもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンやります。後半はかっこいいバージョンです。後半はですね、ちょっと響きのいいコードとかいろんなリズムがこう加わってあのムードさらに高まるようにやってみようと思います。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽ってね、聞くのもいいけどやる方がもっと最高なんです。今ご覧くださっているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで楽器諦めてましたとか、私はきっとね武器なんで無理っぽいですとか、楽器チャレンジしたんだけど挫折しましたみたいな、そのような方がもうあっという間にウクレレ弾いて歌える、弾き語りができるプログラムがあります。このプログラムを見て今を全世界中の方がガズレレ YouTube でウクレレ音楽始めてますよ。もう何万人も。はい、もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここにあります。このリンク先に行ってもらって上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけであっという間ですからね。これね YouTube 動画ですから無料となっております。今すぐ音楽始めましょう。ここですよ。行ってらっしゃい。クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきた世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ一本でめっちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画がすでに1500曲以上もうアップロードされております。皆さんこれから音楽を聴くからリアルに変えていきましょう。さあ早速やってまいりましょう。菅田将暉さんの星を仰ぐガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。1,2,3,4
君と入れたら、菅田将暉さんの星を仰ぐガズレレ流超シンプル簡単バージョンやってみました。いやーこれですね、この4つ弾きでもですね、もう十分伝わるこのメロディーとあのコードの響きとかこの歌詞の内容、気持ちがいいです。思いっきり歌っていきましょう。今の聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンになってます。主に2番のところをちょっとショートカットさせていただいてるんですけど、フルでやりたい方はですね、1番のコードを書いて2番の歌詞を書き足してオリジナルの楽譜を完成させてください。そしてよく聞くとですね、これ拍数が結構原曲ではいろいろ変わったところあるんですけど、今シンプル簡単バージョンは本当にグレ練習でシンプルバージョンにしてます。で、後半のかっこいいバージョンではちょっとリズムの違うところもしっかり解説してますので、ちょっとねやってみたいから後半のかっこいいバージョンも参考にしながらやってみるのがいいと思います。はい、そして今のシンプル簡単バージョン、まずはですねガズの動画とシンプル簡単バージョンの動画と一緒に合わせていきましょう。はい、ゆっくりでいいんで、ね、もうずっと時間かけて画面見ながら一緒にコードを追いながらまずそこまでやってみる。それができたらもう本当にまずひとまずはね、いい感じってことなんですけど、その次のステップもちゃんとあります。その次のステップっていうのは一体何かというと、今度皆さんお一人だけで歌うってことですね。YouTube と合わせるんじゃなくて、自分だけでメロディーとリズムを生み出して音楽を生み出す。これをぜひやっていただきたいんですよ。でもその時やっぱ最初のうちは楽譜がやっぱ必要でしょうね。見ながらね。いずれ覚えちゃうのはいいと思うんですけど、楽譜をじゃあどうやって用意しようということになると思うんですけど、いつもガズはこのノートね、今これ書いてるんですけど、これを見て今も演奏したんですよ。で、もうちょっとしたらこのノートを画面に大写しにして、こんな風にメモるのいいんじゃないですかということでシェアしようと思うんですけど、ただいま便利なサービス始まってます。これです。ドーン！ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かで言うと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の空を仰ぐを含む、ガズが書いて書いて書いて、書きまくってきたもう膨大なノート楽譜のストックの中から、まあ、皆さんがね、やりたいな、面白そうだなと思った曲を毎月5曲ダウンロードしてすぐに、練習できるという、それ画期的なサービスなんです。もうこのメンバーですね、1000人オーバーでもかなり盛り上がっております。そしてね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもいっぱいコンテンツがあります。まずですね、アプリがあるんですよ。ガズクラブのアプリすごいでしょ。その中で楽譜の管理だとかいろんなイベント情報だとか、とにかくアプリでもう一括でいろいろできる。メンバーズカードもそこで発行したりして、はい。それとあとはね、毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがめちゃくちゃ盛り上がります。次回のガズクラブメンバー限定オンラインライブ配信の日程はこんな感じになっております。世界中からバーッと同じ時間同じ場所のオンラインで集まって大セッション、こんなのやったり、非公開の SNS があって、そこで毎朝7時にガズがラジオ配信してます。ラジオ配信毎朝7時ですよ。で、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所を3カ所くらいあったり、どんな質問にもそこではガズが答えてますんで、この面白いクラブ活動ぜひチェックしておいてください。そしてですね、あともう一個これがあります。ドン！ガズレレ大学。こっちはですね、もうちょっとこう深掘りして、いろんなリズムとかコツとか、もううまくいかない人がここでなんかこういろいろ発見があるという、まあ大学ですからちょっとお勉強ということで、これがですね、YouTube のメンバーシッププログラムというのでやっております。はい。で、これはですね、ガズクラブはみんなで楽しんでこうワイワイやろう。で、ガズレレ大学はちょっと深めてお勉強のところですからね、こういうふうに分かれております。この2つ、ガズレレ大学とガズクラブ、概要欄にね、リンク貼ってありますんで、ぜひぜひ細かくチェックしておいてください。これ、幻冬舎大学とガズレレコラボの、講座の募集が始まりました。ちょっとこの辺のこと、概要欄に貼っときますんで、これもね、なかなか面白い企画です。幻冬舎です。出版社の幻冬舎さん。これでですね、なんかこう、今まで音楽を知らなかった方が、知ってくれるきっかけになればなというふうに思って、この新しい講座を始めますんで、見逃せません。こちらもチェックよろしくお願いします。星を仰ぐ、菅田将暉さんです。はい、イントロなんですけど、これちょっとね、いろいろ書いてあるでしょ。これ後半ではこんな感じでやるんですけど、シンプル簡単バージョンは C と G7、F と G7 でシンプルにやりました。はい。なんでちょっとこの辺はご理解いただいて、で、かっこいいバージョンでここね、しっかり解説してきますんで、ちょっと見ておいてください。で、ここから歌が始まっていくんですけど、今ね、これ画面に映すんで、これを一時停止して、メモっていただくか、あとね、見にくかったら動画のテロップを一時停止してメモっていただくか、先ほど紹介したガズクラブでこの楽譜そのものデータをですね、ダウンロードしていただくのもおすすめなんですけど、とにかくね、楽譜を作っていきましょう。はい。で、ここちょっと見て、くるっと下に囲っているところは後半やるかっこいいバージョンでこっちのコードを弾きます。今やったら簡単バージョンは上の段ですからね、これ使い分けになってますんで、お願いします。はい。さーっと映していきます。
で、ちょっとここをご注目です。ここね、よく見るとこれフレーズって書いてある。ここでね、ちょっとフレーズを入れたいんですよね、ここ。で、ここからドーンとサビに入ります。はい。で、ここご注目なんですけど、サビって2回繰り返すんですよね。で、ここサビなんですけど、見て、ここ、丸1は1回目、丸2は2回目ということで、コード進行一緒でこういう風に付け加えてます。はい。ちょっと見づらいですけど、よく見ていただくと、ここもね、歌詞が変わってたりするんで、はい。ここがサビですね。そして間奏を挟んで、まあ、ここブリッジパートというところでこう伸ばしたところをやったりとか、ね、ここもね、こんな風になってて、これ、かっこいいバージョンでは結構キメが入るんですけど、シンプル簡単バージョンはシンプルにしました。はい。で、一番ね、これ分かりづらかったのはここなんですね、ここ。ここはですね、音源通りに行くとこれ3拍っていう変拍子なんですよ。今のシンプル簡単バージョンこれ4分の4拍子でやったんですけど、これもかっこいいバージョンではしっかり解説していきます。ちょっとここ、3拍で次にドーンとサビに戻るんで、この辺がですね、キーポイントですけど。はい。今のシンプル簡単バージョンはシンプルにしてあります。そしてまたここサビやって、ここ戻るよということで、それがガズレレアレンジとなっております。ちょっとこの辺字がちっちゃいんですけどね。やってみてください。はい。じゃあ出てくるコードを解説していきましょう。この赤く囲ってるやつだけ、後半やるかっこいいバージョンで出てくるコード。なんで今映していきますが、今日はだから6、8個のコードでできました。はい。じゃあ見ていきましょう。C と Am、F、Dm、D7、G7、E7、Em7。これはですね、安心してください。ガズレレのもうめっちゃ入門コードのグループでできますよ。これも素晴らしいです。はい。これはね、入門コードのグループのメンバーなんですけど、そのグループはこれです。はい、ドン。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレで音楽を始めたいなと思っている皆さんに一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループでございます。10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、これ入門コードなんで、1個ずつそれぞれを見ていったらめちゃくちゃ簡単なんですけど、10個いっぺんに覚えようと思ったら、あれどの指だっけこれなんだっけでいろいろなっちゃうんで、私がめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ覚えられちゃう魔法の動画を撮っております。ここにリンク貼っておきます。ここのリンク先に行ってもらって、この10個のコード、スイスイ覚えちゃってください。今日はそのうちの8個出てきますけど、まあ、ほぼもうこれ全部出てくるということで、覚えちゃおう。はい。やっていきましょう。じゃあ、こっからかっこいいバージョンの解説に入っていくその前に、いつもここのタイミングでお知らせしたいのはですね、この今の4つ引きで、歌。この歌はですね、須田まさきさんのこの曲、難しいですよ。メロディーラインが、思いのほか難しいんですよ。聞くとすごい滑らかで、心地がいいんですけど、自分で歌ってみるとメロディーラインがね、毎回変わったりなんかしてですね。これはちょっと、相当ガズも聞き込みましたね。この、下がるとこと上がるところが結構毎回違ったりとかして、細かいところですけどね。あ、でも、聞くとですね、分かってくるその奥の深さっていうの、聞くだけでは分からない奥の深さっていうのは、この、自分でやるとね、分かるんでね。ぜひ、4つ引きで、まず最初歌を、バッチリマスターしてから、かっこいいバージョンに入っていくことにしましょう。はい。じゃあ、ここから、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンは1個コードが追加です。ドン。よく出てくる初心者さんが突っかかっちゃう難しいコード、F マイナーです。はい。解説いきます。これはですね、まず、ここと押さえましょう。ここと、ここと、この3箇所。こんな風に押さえるのが教科書通りとなっております。ですが、ガズさんはこの、ここの部分を親指でギュッといっちゃいます。はい。これ、どっちでもいいと思うんですけどね。どっちにしても押さえづらいんで。で、じゃあ、人差し指で押さえる人は手首を前に出すイメージ。親指で押さえようと思う人は、ぐっとこう上から握る感じ。まあ、手首の調整とかいろいろやってみて、どっちか弾きやすい方で、F マイナーを奏でていきましょう。はい。したら、次はリズムの解説に入っていきましょう。今日はね、2つのリズム、ドン、ガスペジオと16ビートの茶、この2つのリズムを織り交ぜて、あと伸ばすとかはありますけどね、やっていこうと思います。この2つのリズムの解説は、ここにリンク貼っていきましょう。このページはですね、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中にですね、ガズペジオと16ビートのじゃそれぞれ のリズムの弾き方の濃厚解説レッスン動画がもうすでにアップロードされております。その動画でですね、もうびっちりトレーニングして、やっていきましょう。ガズペジオは比較的簡単ですけど、リズムキープと歌いながらやるっていうことがちょっと慣れが必要だと思います。16ビートのチャっていうのはこういうバラードタッチの曲だとさらに難しい、どっしりゆったりした感じがいいんで、そのスケール感を出すのはちょっと難しいと思うんですけど、16ビートのチャっていうリズムは一筋縄ではいかないリズムなんで、じっくり時間かけて体にこう染み渡されるように自分のものにしていく、そんなリズムですんで、じっくり長い時間かけて取り組んでいってください。さあ、それでは細かいところの解説に入っていきましょう。まずじゃあ今回ね、イントロからいきなり、これね、一応盛りだくさんなんですよ。ちょっとやってみますね。せーの。今のです。これなんかすごいでしょ。これね、2拍って書いてあった G7 のところ。これがまず最初のポイント。最初ね、C から G7、1、2、はい、こんな感じです。もう一回、でん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 、
っていうのはメロディーなんですよ。今の、で、し、し、G7、G7、1、2って、これ2拍伸ばしてるんです。ここややこしいね。ちょっと、動画でね、この長さをちょっと確認してください。そしてその次なんですけど、このマークが出てきます。この矢印のマークは、リズムが前にズコーンと食い込んでくるよという、シンコペーションが入るよというガズレレならではの合図なんですけど、ちょっとね、そこをもう一回頭からやってみますね。せーの、でん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 、でれでれてんでん、でんでんなんですけど、この G7 に行くときに、シンコペーションダーンと前に食い込んでくるんですよね。こう決めなんですよ、フレーズ自体が。で、しかも G7 の時に1弦の4フレット、5フレット、このちょっと不協和音っぽいのがすごくインパクトがあって、これちょっと再現してみました。G7 を押さえたまんま、1弦だけ4、ドです。ちょっとこれだけ聞くと気持ち悪いんですけど、流れだと結構いい感じです。せーの、でん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 。と入っていきます。結構ここなんつうか山盛りですよ。短いイントロなんですけど、ちょっとおさらいでもう一回、せーの、でん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 でれでれでんでん、よんごみかねだと入っていきます。はい、ここなかなかインパクトがあるイントロですね。はい、じゃあ次の解説を入っていくんですけど、コードはさっきとちょっと違って Fm とか入ってくるんで、そのコードの表記を確認しながらどんどん行ってもらって、A メロの一番最後から B メロに行くときにリズムが変わるところがあります。その辺の流れをやってみましょう。じゃあ A メロの一番最後のところから、何か惜しくなるほど、間違いさまよい崩れてしまうな。疲れた。はい、今のところ、わかりましたかね。疲れたのところから、だん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 16ビートっぽくなって、疲れた、C、Q を16ビート、B メロは16ビートのね、それだんだん変わっていくのがキーポイントで、さらに、疲れたの、かのところ1回だけ Em7、このコード表記みたいになってます。ここのところは結構キーポイントです。もう一回同じところやってみましょう。何か欲しくなるほど、間違いさまよい崩れてしまうな。こんな感じ。じゃん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 。つかれ。はい。ここね、かっこいいですよね。ザーっといって B メロにドーンといく感じ。ここも意識しておいてください。そして B メロに入っていって、B メロの後にサビなんですけど、今日一番、すごいワンダフルな決めというかフレーズが入るのはここです。B メロの一番最後からサビに行く間に、ワンフレーズ入れます。ちょっと弾いてみましょうか。考えず夢中を生きた。無垢じゃつらいよ。なります。はい、ででで でこのフレーズ、これがね、弾きましょう。はい、タブ譜です。タブ譜、はい、タブ譜出します。これはね、タブ譜の読み方わかんない方、概要欄にタブ譜の読み方ここですよという動画のね、リンク概要欄に貼っとくんで見ておいてください。まずね、一進芸なんですけど、まず2弦の10フレット。10フレットってわかる？これウクレレって大体ですけど、5フレットと7フレットと10フレット。この丸ね、このボタン、これでね、ポジションマークって何フレットかわかるので、ここが10フレットです。それの2弦の10。次、2弦の12。次、1弦の10。次、1弦の12。また、1弦の10です。これを、んでででって、こんなイメージです。はい、これですね。リズムの中でやると、無垢じゃつらいよ、星が降る夜になります。ダダダンダッダン。で、細かいところなんですけど、2弦の10、12のところって結構早いんですよ。ダダダンでしょ。その時に全部ペペってこうで弾かなくても、ハンマリングオンといって1回10フレットで弾いておいて、左指でパタンと薬指で12フレットをこうパタンと叩きつける。そうすると結構楽かも。わかる？はい。はい。うわ、ちょっとこのワンフレーズ、リズムが乱れないように入るのがポイントです。すぐそれでサビの歌に入っていきますんでね。はい。ちょっともう一回やってみようか。せーの。無垢じゃつらいよ。星が降るってなっていきます。
何回も練習してください。そしてその後サビに入っていって、サビの中でねワンブロックに4つコードが入ってくるところが加わったりとかして、さっきとちょっとね流れが変わってきますけど、コードも表記が違ったりして、でその後間奏に行ってブリッジパートに入ります。ここで結構いろんなことが起こります。ブリッジパートはね、愛してるすらもまだ言えず僕らさ、君に次何をあげられるだろうか、今の分かった？Dm でダッってこう決めなんですよね。 Dm で一回ダッと止めて E7 でスターという感じ、ちょっと聞いててね、何をあげられるだろうか、こんな感じ。もう一回、何をあげられるだろうか、はい、 Dm ドンドンスターで E7、 これはねちょっと聞いてもらってなんとかこう理解していただきたいと思います。まずこれチャチャがチャ弾いてアップで E7、ここね、もう一回、せーの、何をあげられるだろうか。そして次、いつも何かが星に変わる。ここで伸ばして、星に変わる。2、3、4、一気にもそうかな。で、ここがね、今日一番ちょっとね、説明が難しいだろう。拍がここ3拍なんですよね。ちょっとよく聞いててください。星に変わる1、2、3、4、1、君もそうかな、そう、そうかなのうの時に G7 一回いてすぐサビに戻ります。星が、はい、本当はもう一個来るの、さっきやったシンプル簡単バージョンはちゃんと4拍取ってるんですよ。さっきのやつはこうです。星に変わる3、4、1、君もそうかな、4、星が降るってさっきはやったんですけど、今回は、星に変わる4、君もそうかな、星が来る、一拍早い。ここちょっとなんかこう何回も聞いてこう、あ、そういうことねってきっとわかると思います。4拍じゃなくて3拍で最後のサビに戻る。これをちょっと意識して覚えておいてください。そういうわけでこの曲はですね、こう隠れたかっこいい決めみたいな、こだわりの決めみたいなところがこう随所に結構入ってくるんですよ。その辺をこうして一回ずつね、こう押さえていって、進めていくのがいいんですけど、ちょっと難しかったら、先ほどやったシンプル簡単バージョンの弾き方とこう混ぜてね、慣れてきたらこのかっこいいバージョンを取り入れていくという感じでいいと思うんですけどね。そして忘れちゃいけないのがですね、やっぱりこれ歌詞の内容を読み取ってこう実感して感じながら演奏する、これがですね忘れがちですけど、これ大切ですから。タイトルも星を仰ぐと書いてありますけれども、やっぱりそういうイメージで演奏する、これがキーポイントです。はい、それではやってみましょう。須田まさきさんの星を仰ぐガゼレレ流かっこいいバージョン、やってみる。 1,2,3,4。
須田まさきさんの星を仰ぐやってみました。ゆったり始まってサビでグッとこうドラマティックにボルテージを上げていくというような感じでね、いやいいですね。もうガズペジオと16ビートのチャームこう切り替わっていくところ、だんだん盛り上がっていくこのストーリー、あとこの歌詞のこれがこうお互いこう相乗効果で盛り上がっていくんだ。夜大体ですね、星空の綺麗なところで歌ってみたい曲だと思います。皆さん楽しんで歌ってみてください。ガズのわがままウクレレとガズの初めてウクレレとセミオーダー、はい、それぞれ予約注文販売の再開と販売が再開されております。ガズの初めてウクレレの方はもう即発送できますんで、ご興味ある方ここにリンク貼っておきますね。概要欄のところにも貼っておきますけど、ぜひぜひチェックしておいてください。先ほどもちょっとご案内したんですけど、この幻冬舎大学×ガズレレのこのオンラインレッスンプログラムのご案内、これまだ、やってますので、皆さんこれぜひチェックしておいてください。概要欄の方にもねリンク貼っときます。そしてですね、はい、これ、このリットミュージックから出てるこのガズの、赤青黄色みたいな信号機みたいなこの本のこの緑のバージョン、これがですね実は、新しい改訂版になって、中身もね、ガズレレ YouTube も改訂版が増えたんで、その改訂版バージョンになって4月14日に発売になります。なんですけどこれ現在、Amazon とか楽天とかその辺の、オンライン書店をはじめいろんな書店さんで予約受付が開始になりました。これもですね、ちょっと概要欄などに貼っておくんでちょっとこれ、見といてください。そして皆さん、新しいガズルの本がガズレレの本が出版されます。ガズレシピ、これね、ガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。その中で、表示されてた楽譜がそのまま本になりました。ちょっとこれねもうめちゃくちゃいいです。もう80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使っている方は中身一緒ですんで、ちょっとご確認いただきたいんです。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう一個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでねアプリがあったりするんですよ。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる、これもねすごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにねいつもつけてるこの水引きだとか、このストラップキャップだとか T シャツとか山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、ホームページぜひ見ていただきたいんですよ。楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネルぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。